釜石、釜石の町の中に、入ってきました。まだまだ車もう歩きもそのままのところがもうあります。釜石は製鉄の町ですね。これ左に見えてます。海は左手の後ろの方ですね。向こうから襲ってきて、もちろんこの道の上とかは来ましたから。そしてこの辺の橋をより高い位置に津波は、なって、来ます。そして左に駅が見えてきてるんですけど、と思ってるけど大丈夫かな。その辺りで津波が止まる、浅くなってくるんですね。で、そうですね、あれもっと向こうだろうか。そして市街地というのは、大きな市街地はそこを今右の方へ行くんですけど、右行って橋渡って入っていくと釜石の本当の市街地、中心街、商店街、飲み屋さん街、全部あるのがあっちですね。でそしてそのまま港に、着きます。ちょうど駅の向こうに、津波はこの辺りまでですよっていう表示があるんですね。ぴったりそこだったわけです。そして経図電気が見えてますけど、そのこっちの駐車場が、止めることが、できました。そこに何日ずっといたんですね。はい、ボランティアセンターは左の方は、ここから入ってたところにありました。そこの右の店にちょっと寄ろうと思ってます。